見逃せないジャニーズ界の騒動。平野紫耀の韓国遺跡説とは、日本のエンターテインメント界に一席を投じる出来事が起こった。3月26日に放送された、ザ・鉄腕・ダッシュ・日本テレビ系において、ジャニーズタレントが韓国を舞台にするという意外な展開が話題となっている。特に注目されているのは、キングプリンス。 キンプリの平野市用に関する韓国遺跡説だ。ジャニーズ界の一大プロジェクト、韓国ロケの舞台裏。鉄腕ダッシュが放送した内容は、時代、国分大地と岸優太カンジャニエート、横山博史とシクストーンズ、森本慎太郎が二人ずつのチームを組み、わずか三千歩の徒歩と公共交通機関だけを利用して韓国に向かうという大胆な企画だった。 しかし、その実施方法が一般人に迷惑をかけるのではないかという懸念を引き起こし、賛否両論の議論を巻き起こした。視聴者からは、韓国ロケ大ね。平野君、海人君に続き岸君も、ジャニーズめっちゃ韓国来るじゃん W、といった声が上がった。その中でも、岸ユ太タの韓国訪問が平野仕様の韓国遺跡説とリンクされているのは興味深い。 ヒラノ仕の韓国遺跡説、事務所の戦略とはヒラノ仕の名前が韓国で話題に上がることは、日本のエンターテインメント界にとって大きな意味を持つ。韓国のシンガーソングライターグループ、ハイブとの関連が取り沙汰されており、これが平野の韓国進出の理由とされている。しかし、これはジャニーズ事務所にとっても一大事。なぜなら、 ジャニーズが支配する日本のアイドル市場のシェアを奪われかねないからだ。ハイブへの遺跡が噂される中、ヒラの仕は韓国での展開に失敗し、まさに韓国炎上を狙った計画が進行中なのではとの指摘もある。例えば、彼が韓国を訪れた際に、パクとソウル、さらにベリーと韓国の通貨音を呼ぶという発言が物議を醸している。 その他、韓国語と勘違いして中国語を話すなど、天然キャラクターを強調したエピソードが続出している。ジャニーズ界の新たな一手、退場対策の綿密な計画、一連の出来事を通じて、ジャニーズ事務所は平野市用の韓国遺跡説に対する備えを練り上げていることが伺える。これは、彼が韓国で炎上することで、 平野下げという新たな展開を見据えている可能性も含まれている。過去には炎上が彼のキャリアに悪影響を与えたこともあり、これを利用してハイブアップの遺跡が行われても、ライバルとしての地位を築くことは難しいだろう。今回のザ・鉄腕・ダッシュの企画は単なるエンターテインメント番組以上の意味を持つ。 ジャニーズ界の大物たちが韓国に挑む姿は、彼らが新たなステージを求めていることの象徴とも言えるだろう。平野紫耀の遺跡説、そしてその背後にある戦略。これからの動向に目が離せない。まとめ、ジャニーズ界に波紋を広げる韓国ロケと平野紫耀の未来。日本のエンターテインメント業界において、 韓国ロケを舞台にした企画が話題を呼んでいる。特に、ジャニーズタレントの中でも、キングプリンスの平野市用に焦点が当てられており、彼の韓国遺跡説が囁かれている。その背後には、ハイブとの関係やジャニーズ事務所の戦略が絡んでおり、彼の未来が大きく影響を受ける可能性がある。一方で、彼の天然キャラクターや過去の炎上経験が、 彼の進路をどのように変えるのかも注目されている。ジャニーズ界の新たな展開と、平野紫耀のこれからの動向に熱い視線が注がれることだろう。